今日は小林弘人さんにお越しいただいてます。はい小林弘人さん、小林編さんって呼ばれてるよね。<laughs> はい、小林編集長。昔そうだったんです。と、はいう意味です、ねはい、ワイヤードと再増。再増はもうあの事業売却しちゃったんで関わってないんですけど、うん、はい、立ち上げて、えー、インターネットがアメリカで1992年、えー、3年ですね。商用接続はその年にちょうどアメリカでワイヤードっていう雑誌が出て。 でこれは大変なことが起きているっていうことで日本にもぜひ、えー、ワイヤードっていうことで1994年にワイヤードジャパンを結構すぐにワイヤードジャパンになったんもうすぐだったんで<ー>日本での商用接続が認可された年だったんですねだからまだインターネットユーザーが確か350万人もいなかったと思いますね最初のプロバイダーって IIJ ですねであと AT&T が、うん、AT&T ジェーンズっていうのが引っ張ってきていて、うん、その後ベッコアメとか結構、あのー、安く、えー、大衆化されてった感じなんですけれど結構最初はなんか企業とかもともとは大学とか研究機関しか引っ張ってなかったんですね。うん、だからインターネットの当時 重要性を解いてもほとんどの企業のおじさんたちがワープロ使ってたんで文豪とかオアシスとかだからあのなんじゃそりゃっていう感じでそれが世界変えるって言ってもほとんどピンと来てなかったのはあれですねう、うん、もうだってその当時のメディアっても硬いですよねそうですねまだ紙が主流なんで。 だから僕らワイヤード立ち上げた時に、まあ、インンターネットマガジっってあったんですよ今だと結構誤義矛盾してるんですけれど <laughs> 紙で出していてインターネットマガジンっていうのがあってでもどうやって接続できるかとかいうまあこんなどんどん分厚くなってって人がこう殴れそうなぐらい分厚かったんですけど <laughs>、うん。なんんで小林さんに 今日話がてうでう <laughs> 私でいいのでしょうかと。はい、ワークショップに来ていいただですかねでそれで今だから小林さんに今日ね、はい、あのせっかく知り合えてたんで聞きたかったのは写真を今どういうふうに考えてるのかなって<ー>メディアをやってきて、まあ、自身も作品活動もやってみて、はいえー、その上で今写真はどういうふうに えー、小林さんが考えてるのかなっていうのはすごい興味があったんで、はい、自分はだからその写真用とか写真家の中だけじゃなくて、はい、周りからちょっと知りたいってい、はい、その時一番適役だというかう聞いてみたいなっていうので今日お願いしたんですけども、はいはい、あの編集者の時はもうカメラマンさんと組んで一緒にやってたんで、うん、ほとんどワークショップで気づいたんですね。 あのファインダー覗いてのアングルの構図の作り方とかは大体指示してたんでだからも当時から撮ってたんだなって。うん、でやっぱりあの渡辺さんの,あのご著作拝見して思ったんですけど、うん、今撮らない写真家がいらっしゃいますよね。 同じこととやっっててた思 <laughs>、ね、ここを押さえといてっていうので、うんまあ、そこでの当時の感度とか物質とかはもう任せてたんですけれど、うん、ほとんどの実はフレーミングっていうかそういったものやコンセプト設計ですね何をそこで映すかっていうのを実はやってたっていうことに気づいたんですね。それはあの柳美和 柳美弥さんですねさんはまさしくそれだよね彼女は写真を使った制作をしてるけど自分自身では撮らないでカメラマンを立ててるし森村康政さんも自分では撮ってないまあ撮れないよね自分が写ってるからねそういう活動してる人は今たくさんいますのねだからそれがアーティストとして認められてるっていうか写真とアーティストって今垣根はほとんどないんで。 そうですよね、うん、だから結構写真もそうですし僕がやってきた出版やメディアっていうのもそうなんですけど、うん、全部テクノロジーにすごく影響されてるんでうん、うん、それによって方向性が決定づけられるといっても過言ではないメディアがまさに媒体が昔は紙だったり因果紙だったりしたもの経卵誌の時代からデジタルに変えてきてっていうことで僕自身もすごいその中の流れの中で。 えー、疑問はあるんですねなんでギャラリーって紙で<ー>出力したものを展示するんだろうっていうのは僕はあのモニターで見てきれいだったら、うん、そのまま出したい多分今後モニターのギャラリーとか出てくるんじゃないかなとは思ってるんですけれど。うん、UKEL が今完全実用化されたという、はいえー、イメージが出てきたので。<ー> UKEL になったら、はい まあその流れは変わる可能性はありますよね、えー、ただその紙である必要性が何かっていうと保存性がいい,い、うん、あ、そうですねそちらの方はまさにそれはそれだけでしょうね、うん、<分>確かに確かに媒体デジタル媒体の方がむしろ古い外付けハードディスクとか復帰できなくて困ってますから、うんうん、<laughs> あのそうですね紙って丈夫なんですよねいや、丈夫ですねはいもう あの歴史のあらゆる証拠は全部紙でパピルスから残ってますから、うん、そうなんですよね昔なんか骨董屋さん行ってお茶碗が1,000万円って言ってたんです、はいはい、普通の土のお茶碗で、はいはい、なんでこれが1,000万なんですかって聞いたら、うん、これは1,000年これは1,000年前のものでも1,000年間ずっとこの状態であるんです。<ー>だから1000年後もこの状態で 我々はこう受け継いでいく<ー>そこの時間に価値がありますって言わてやっぱその持つっていうことに対しての人間は価値をつけるのかなそうですね所有に関してでた、ねうん、多分その紙である理由の一つが時間経過が多分長いっていうことが証明されてるっていうことでしょうね。なるほどただ見るとか現在鑑賞するんだったらデジタルサイネージでも何でもいいので。 むしろそっちのうですよねまあそういうところも含めて見せ方の手法とか<ー>ただまあ揮発するものがあってもいいと思っていてもちろんそのインスタレーション的なものもそうなんですし<ー>ただやっぱりあの文学もそうですし写真もそうですしアート界もそうなんですけどすごくムラな感じが <laughs> していて<ー>文学も 最初はあのー、80年代とかになってポストモダンになった時に、うん、メタフィクションみたいなあのメタフィクションっていうジャンルが出てきたんですけど、うん、ほとんど物語の様式今までの気象転結的な様式を持ってないんですね、うん、あらゆる引用やカットアップや、うん、下手すると漫画が入ってきたり、うん、もう全く白いページがずっと続いたりみたいな、うん、もうほとんどアートなんですよ。でそこで じゃあそのまま突き抜けてどっかに行くかっていうともう一回物語に回帰してるみたいな結局なんかそういうなんて言うんでしょうね時代の流れっていうのかでどんどん今度は行き過ぎちゃって一般の人がついてこなくなって業界が全く村になってしまってなんでしょう孤高の存在になっちゃったんでこれではいけないっていうことで今度は人気者を取り入れようとして迎合してきたりとかいろんな流れがあるんですけれど割とだからそういう形での一つの中央集権的な その法則法則性を毎回受験勉強のように今年はこれがいけそうだっていうことで、まあ、あとはそういった人たちの審査,審査される審美眼を持たれている方たちにとって受けるような作品を作るっていう、まあ、一つそれあの別にそれが悪いっていうわけではなくてそういうヒエラルキーの構造になってるとただ僕は自由に楽しみたいんでヒエラルキーにの引力圏内ではなくてやりたいことをやる。 っていうだけで多分まあそういうツールもどんどん身近なものになってきているしで、まあ、実際にそういうあのベルリンのあるあのテックカンファレンスがあってそこでスマーティファイって言って絵をスマホで撮るとその誰の絵なのかっていうのを全部自動判別してくれるそういうサービスを立ち上げた人がデータオタクでその人がずっと美術の美術品の,、うん、あのやつを追ってたんですね。 でそうするとニューヨークのその3つのギャラリーで全部プライシングが決まってることを突き止めて全部そる具体名も言ってたらしいんですけれどでそれはもうこんなになんか中央集権的な世界はないっていうことでもっと民主化したいっていうだからそこでやっぱりテクノロジーがすごく活用されてくるっていうで今あのブロックチェーンっていう技術の方をまあいろいろ。 啓蒙したり一緒に社会実装的なプロジェクトもやっているんですけれどやっぱりそういったところでは結構写真家もブロックチェーンなんかの方に、えー、興味を示し始めてッ o d a っが確か昨年だったと思うんですけれど、えー、その自分のエク,あのエクシプのファイルの中にの著作権情報をブロックチェーンにそのまま書き込んで改ざんできないような形で自分でまあ えーっとマーケットプレイスも作ってあげてコダックの方が、うん、そこで自分で売買できるような、うん、そういった流れを作り始めててで実はそれ結構世界中でそういうプロジェクトが多くて特にあの巨額な何億っていうあのお金が動く美術界ですねアートシーンなんかでもあの日本だとちょうどスタ,ー、えー、スタートバーンっていう会社が、うんえー、アート作品をブロックチェーンにやっぱり記載して自分たちで それが売買できるようにコントロールできるような形でっていうことで始めてるんで割とそういう流れはありますね。